ありがとね。そう、匂わせしちゃってた。そうだね。あと上映会22に上映会があるんですよ。劇場で上映会があって HKT48 振り返ろう青春の1ページみんなでファン、ゼタみんなでフィルムビューイングイエーイっていう企画が22の6時半からあります。私とねねさんとあきさん3人が出演させていただきます。詳細はですと言いますと、みんな私たちと一緒にメンバーのみんなと一緒に振り返ろうっていう感じなんですけど、この日は11周年アニバーサリー幕張メッセのコンサート、幕張メッセだったコンサートの映像を私たち3人と一緒に見るという日になっております。初めてこういうのに参加するからどんな感じになるのかねわからないんですけど楽しみです。この日はそう私の昇格発表があった日なので、それもなんか振り返りながらいろいろお話できるんじゃないかなと思います。ですかね。来週の予定で言うと今週は明日パジャドラあって19パジャドラあってっていう感じですね。来週がいろいろねあるね。どうなるのかな。皆さんお盆休みとか夏休みはいつまでですか？もうすぐ終わる？もしかして。今週で終わり、明日まで。そっか、もうすぐか。うん、明日まで、今日まで。ああ。休みってあっという間だよね、本当に。なんか今日とか昨日とか、いつも普段お会いできない方、ファンの方とかがいっぱい見に来てくださっててめっちゃ嬉しかった。お休みって最高だなって思った。今日もねたくさんねファンの方が来てくださって、ななちゃんかわいいよっていっぱい言ってくれたからニヤニヤしてました。ずっとそうやって声に出してくれるとすごく嬉しいです。お盆も忙しいよね。でも お盆休みでもねみんな忙しいよね。来てくれてありがとうございます。いつもお時間をね使って会いに来てくれて嬉しい。なんかさハイビスカスありがとう。銀一のけんさん、なんかさ昨日配信私したんですけどね、ざわちゃんとねヒーローと配信したからもうめっちゃ素が出ちゃってて、もうテンション爆上がりだったけど今日寝てたからさっきまでテンションの差に自分でびっくりしちゃってます今。すみません。
くり仰天です。一人でいるとね、なかなか大爆笑することはないからね。頭にナマコついてたやつだ。そう、それなんかね、そうそうなの、いつもはあんな感じでねいる。大爆笑してるいつも。でも今日はね、一人っていう上で寝てたんで声も低いし申し訳ないです。本当にこんな私も嫌いにならないでください。ひろし、そう昨日マジで面白かった。本当になんか、ね、なんか昨日の配信見ながら思ったけど、なんか私めっちゃ大口を開けて笑うなって思いました。うすうす気づいてたけど、公演の MC とか見てるとめっちゃ口開けて笑ってるって思った。 DMM とかで見ててなんか改めてね見ると面白いなって思った。あとなんかね、めっちゃ面白すぎると他の近くの子にね攻撃しちゃう。いつも面白すぎるとなんかパッ面白いってやってしまう。いけない癖です。リアクション大きいのかな、分かんないけど。アロハだって、ありがとう。なんか新しいの増えてるね。夏だ夏だ。アロハ。クールそうなイメージとのギャップ、めっちゃ言われるんですよね、クールそうって。うわ、結婚してが来た。お盆休みだから罰で罰でお願いします。101回目のプロポーズや。お盆だからね、バツ。お盆休みだからっていうことに意味はありません、特に。てか昨日投稿したインスタあるじゃないですか。こうやってハート作ってたんですよ、友達とね。なんかそれに誰みたいなコメントめっちゃあったの、面白かった。友達だよ。高校の時からとっても仲良く、あ、そう、あの子ですよ。お話し会の券を買ったけど
あのやり方わかんなくて来れなかった子その子とね、大名ガーデンシティに行ったの。で、あのなんか一応爪を隠してみたからが勘違いされたのかなと思ったけど、分かんないけど、お話し会に来れなかったお友達ですたくさんね、写真いっぱい撮ってくれためっちゃ綺麗でした。大名ガーデンシティ初めてね行ったんですけど、なんか福岡じゃないみたいだった。なんか東京って感じがした。都会だなって都会だなっていうか、なんかもうめっちゃに福岡じゃないみたいでよかった。ね、なんかさ、バスケができるところが あってびっくりした。え、なんかなんて言うんだろう、ビルが高いから、高かったから、なんかこう見渡してもビルみたいな難しい、ちょっとね言い表せないけどね、言ったらわかります。福岡じゃないみたいって、その来てた全然知らない方も言ってました。えー、ここ福岡じゃないみたいよねって言ってて、確かにって私も思った。スカート、昨日のスカートはね、グレイルですよ。グレイルで買ったの。どれだったっけ。ちょっといつもと違うような洋服に挑戦したいなと思って、グレイルで買ってみました。めっちゃサイズ感も良くて、ぜひ皆さんお揃いにしましょう。どれかいちょっと探します。グレイルってめっちゃ可愛いんだよね、洋服が。なん、どれ、どうやって見るっけ、自分。買った確認。配信は何時までの決めてないです。特になんかいい感じの時間に終わろうと思ってる。そういえばバケハ買ったの、買ってない、もう諦めつつある。私があの欲しいっていうか、私が前もうお気に入りだったあのバケハもう売り切れちゃってるから
もうね、なんかあれ以上のものに出会える気がしないの。だからもうって感じです。グレイルのスカートはドロストスリットタイトスカートです。ドロストスリットタイトスカートで調べたら出ると思います。はい、こちらで購入させていただきました。今欲しいファッションのアイテムなんかある？バケハバケハですかね。なくしちゃったから。なんか大阪に行った時になくしちゃったんですよ。私の毎日かぶってたお気に入りのバケハちゃんが。だからとっても名残惜しい、なんて言うんだろう、心残りです。悲しい、本当に悲しい。最近の私のリップ塗るついでに紹介します。ディント、ちょっとね今拭いたら 変に汚れちゃった。ディント203番、最近塗っております。こちらをちょっとお水